れラスだって。オッケー。ちょっと西川が眠です。ちょっと始まったら大きい声出してほしい。寝る、おやすみ。釣りもミュートしといてあげよう。で、星川が安らかに眠れるようにだよ。静かにしといてあげようかなって。でも私もミュートするわ。うん、ちょっと待ってよ、それ星川の配信が虚無るじゃん。音量絞るから大きい声出しての、大きい声出してだったんよ。あ、そういう意味ね。そうそうそう。じゃあおやすみ。君たちの大きい声なら届くから。よかったよ。でもさっきの星川が金アーマーだったのがちょっと救いだった説あるからな。じゃなかったらもっと厳しい。ね、え、星川的にはどう？そんなバカじゃないよ星川。いや、バカだよ。いや、バカではあるけど、もっと愛おしさマシマシなバカ。あ、そう、ちょっと寄った、ちょっと寄った。あー、そう、いいね、いいね。だんだん寄ってきてるね。かわいい。あ、いいね。星川に似てきてかわいいよ。ちょっとバカにし始めたな。星川はどう思う？星川起きてる？そっか、そっか。あはしか言わないイメージなんだ。耳が破裂しそう。よく起きないな、いつも。なんか星川と話したいことないな、まつりちゃん。推しなのに。推しとあんま喋りたいってそこまで思わないかな。あ、そうなの。喋れたら嬉しいけど、そんななんか、めっちゃ喋りたいよみたいな感じではなく、なんかもう星川が幸せならそれでいい。あ、喜んでる喜んでる。よかったよかった。泣き声なの。いや、元気だって星川。多分一番元気だよ。可愛いよね。もうそろ始まるから星川起こした方がいいんじゃないかな。ほら、やばいやばい。星川起きてー。星川やばい、起きない。ピカピカー、星誰フェイス。あおはようございます。おはよう。寝れましたか？全然寝れない。ちなみにあんたらの会話、常に声でかすぎてずっと。いや、星川、ベッドにいたんだよ、ちなみに。え、わざわざベッドに戻ったの？そう、なのにヘッドホンからね、爆音すぎて漏れ聞こえてきてる。え、あ、聞こえた？あ、聞こえた、うるせえ。だから寝れなかったんだよ、星川。かわいそう、星川。